皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。皆さんは病院にかかった時に医療費が意外に安かったと感じた経験はありますか？高度な治療でも安い費用で受けられる仕組みが作られている日本。日本人にとっては当たり前の制度ですが、外国人にとっては珍しく、日本の医療費の安さに驚くことも多いそうです。今回ご紹介するのは、ある中国人女性が日本の医療を体験したエピソード。スタッフの対応や治療費が日本と中国では大きく異なることに彼女は驚愕したそうです。早速見てみましょう。日本と中国、病院での対応が全然違う。私の名前はユーチェン。生まれは中国だけど、今は日本で暮らしているの。日本での生活はもう15年くらいになるかしら。なぜ私が祖国である中国を離れて日本に移住することになったのか。今日はその理由について話すわね。私の故郷は江西省の小さな村。私が物心ついた時から父はほとんど家にいなかった。年に一度春節の時に帰ってくる以外は仕送りをするために上海の工場で働いていたわ。母も畑で育てた野菜を売って生活費の足しにしていたけれど、決して裕福な家庭ではなかったの。そんな暮らしが私は嫌だった。だから少しでも良い生活をしたいという一心で勉強を頑張ったわ。それを見た両親も生活費を限界まで切り詰めて私の学費を工面してくれた。そして私は必死に勉強した甲斐があって、高校は隣町の進学校に合格、奨学金を受けて入学することができた。だけど私が高校3年生の時、畑仕事をしている最中に母が突然倒れてしまったの。父は家にいなかったから私はすぐに救急車を呼んだわ。中国には120番と999番の2つの救急連絡先があるのだけれど、定型病院に搬送されるのが999番。でも料金が割高になるってあまり評判は良くないのよね。だから私は120番の方に電話をかけた。待つこと約40分、ようやく救急車が到着した。ところが降りてきた女性職員はいきなり料金を請求してきたの。最寄りの病院までの料金として169元、約3000円ですって。さらに症状によっては薬代や検査費用がかかると言われたわ。私は急いで部屋へ財布を取りに行って支払いを済ませ、早く母を見てくれるようお願いした。二人の職員を母が横になっている部屋に通すと、母はさっきよりも苦しそうな様子。職員はすぐに病院に運びましょうと言った。私は隣の家のおじさんに手伝ってもらい、なんとか母を救急車に乗せたわ。職員は手伝わなかったの？と思う人もいるでしょうね。実は中国では救急隊員は基本的に患者を運んでくれないの。だから自分で動けるうちはタクシーなんかを使った方がずっと安上がりで早く病院に着けることもあるくらいなのよ。そして病院に着いてからも大変だった。中国ではね、自分が診察を受けるであろう病院をあらかじめ4つ指定することが義務付けられているの。この4つの病院以外を受診した場合は原則として医療給付の対象とならないのよ。この日母が指定していた病院は運悪くほとんどが休診。なんとか最後に連絡した病院だけが対応してくれた。ところが経理の人間が不在。結局こちらも前払いを要求されたわ。ストレッチャーの上でうんうんとうなる母。それを横目に私は泣きながら支払いをした。治療のおかげで一命を取り留めた母。1ヶ月後には自宅に帰ることができた。だけどその数ヶ月後に容態が急変。病院に運ばれたものの、そのまま帰らぬ人となってしまったの。
母の葬儀を終えた後、父はこう言った。私はもうこの村に戻ってくることはないだろう。お前が大学を卒業するまでは仕送りを続けるけれど、その後は自分の好きなように生きなさい。父は再び上海へ。残された私は一人で泣き続けたわ。それからというもの、私はさらに勉強に打ち込むように。絶対に良い暮らしをしてやるんだと頑張った。少しでも就職に有利になるように、日本語と英語を履修。奨学金を利用して、日本へ留学もすることになった。そして、ちょうどその頃、私はある重大な事実を知ることになったのよ。中国には2種類の公的保険があるの。一つは、都市部の人たちが生まれながらに保障されている都市職工基本医療保険というもの。そしてもう一つが私たちのような農村部の人たちが加入する農村住民基本医療保険というものなのよ。中国の病院にはランクがあって3級が最も優秀。2級1級とランクが下がるにつれて医療技術も低下していくわ。その代わりに自己負担額も少なくなっていくけれどね。都市職工基本医療保険は保険料の一部を企業が負担。だから高額な産休病院でも受診しやすいの。一方、農村部の人が産休病院を受診しようと思ったら 100% 自己負担。任意加入の農村部の保険では母のように一級病院で治療を受けるのが精一杯ってわけ。そして私がどんなに頑張ったとしても就職先によっては都市職工基本医療保険に加入できないことが分かってしまったの。今までの努力の数々は無駄になってしまうのかしら。そう思った私は日本への留学中もかなり落ち込んでいたわ。そして悪いことは重なるもの。私は日本でできた友人とショッピングをしている最中、急な腹痛を起こして倒れてしまったの。小さい頃から健康にだけは自信があった私。今まで予防接種以外で病院にかかったことなんてなかったわ。そんな私が激しい腹部の痛みに襲われ、立ち上がることすらできなくなってしまうなんて。油汗をかいて倒れたままの私。心配した友人がすぐに救急車を呼んでくれた。5分もしないうちに救急車は到着。私はできるだけみんなに迷惑をかけないように、なんとか自力で立ち上がろうとした。ところが友人は、そのまま寝ていて大丈夫だから、と言って私を制止したの。目の前には白衣を着た3人の職員。支払いを、と私が言うと、そんなのは後でいいですから、と言われてしまった。そして、職員2人がかりで私を持ち上げて、ストレッチャーに乗せてくれたの。え、どうして?と困惑する私。そのまま付き添いの友人と共に救急車に乗り、病院へと運ばれた。病院の玄関前には、医師と数名の看護師が待機。ああ、支払いの説明かしら、と私は思ったわ。ところが彼女たちは、もう大丈夫ですから、痛みはひどいですか?などと聞きながら、素早く手術室に運んでくれたの。私が覚えているのは、そこまで。目が覚めた時には、病室のベッドの上にいて、友人がほっとした様子で私を見ていた。友人の話によると、どうやら私は急性虫垂炎を起こしたみたい。手術は無事に成功したけれど、1週間の入院が必要になるとのことだった。救急車代や手術代は誰が立て替えてくれたの?私が友人に尋ねると、彼女はキョトンとした顔。その時初めて、日本の救急車が無料であること、そして日本の病院は退院時にまとめて料金を支払うことを友人から教えてもらったわ。これは患者の命を救うことを最優先するため。日本にあるすべての医療機関が同じだと聞いて驚いちゃった。しかも私のような外国人であっても、留学時に日本の保険に加入させられていることがあり、そうであれば、日本人と同じ医療が受けられ、さらに同じ負担額で治療してもらえるんですって。日本の医療制度は中国とはあまりにも異なるのね。
これだけでも私は十分に驚いたのだけれど、本当の衝撃はまだこの先にあったのよ。金銭的な面では安心したものの、異国の地でしかも一人での入院、どうしても不安は隠しきれなかった。食事はどうしようか、着替えは、入浴は、考えれば考えるほど一人であることが心細く思えてきたわ。ところが入院から2日が経った夕方、看護師が突然病室に入ってきて、私の目の前にトレーに乗った食事を差し出したの。え、これは誰が頼んでくれたの？私が聞くと、看護師は不思議そうな顔。今日から食事をしても大丈夫だろうって先生がおっしゃっていたの。でもよく噛んでゆっくり食べてね、と質問の意図とは若干ずれた答えを返してくれた。中国の病院のスタッフはあくまで医療に関係することしかしてくれない。産休病院がどうなのかはわからないけれど、少なくとも1級2級の病院では食事や下の世話はすべて家族が行うことだから、突然運ばれてきた食事に私は驚いたってわけ。そしてさらにびっくりしたのが3日目の午後のことだった。またまた病室にやってきた看護師。気持ち悪かったでしょ？今日はシャワーを浴びましょうね、と言ってくれたのよ。そして私をお風呂場に連れて行ってくれて、髪の毛や体を洗ってくれた。久々のシャワーはとても気持ちが良かったわ。さらにその夜のこと、怖い夢を見た私は夜中に飛び起きてしまったの。するとすぐそばに看護師がいて、大丈夫ですか？すごくうなされていたみたいですが、まだお腹が痛みますか？と心配してくれた。安心した私はその看護師に抱きついて泣いてしまったわ。私の頭を優しく撫でてくれる看護師。もしまた怖い夢を見たら、このナースコールを遠慮せずに押してね、と言ってくれた。私は中国での入院経験がないけれど、少なくとも母が滞在していた病室にはそんなスイッチはなかったと思う。日本の病院や看護師は本当に親切なのね。そして迎えた退院の日、請求額を見た私は過去最高に驚いたわ。救急車で運ばれて手術をして、5日間の入院に朝昼晩の食事と入浴までついて10万円ちょっと？しかも私の場合、高額医療保険に入っていたそうで、手続きをすれば一定の金額が還付されるんですって。お世話になった医師や看護師の皆さんに何度もお礼を言って病院を後にした私。そしてその時、私はもう中国で働くことを諦めていたわ。もっと日本語を勉強しよう、日本の会社に就職して日本に永住しよう、そう決めたからよ。日本に来て5年目に私は帰化申請、正式に日本人になった。今は結婚を前提として日本人の男性とお付き合いもしているの。あの日から救急車のお世話になったことは一度もなく、毎日何の不安もなく生活しているわ。それは日本では何かあっても病院が必ず助けてくれると信じているから。生まれた時から受けられる治療が決まっている中国と違って、日本では誰もが平等に治療を受けることができる。そのことだけでも私は日本に来て本当に良かったと思うのよ。ユーチェンさんのエピソードは以上になります。日本も中国も国民皆保険制度を採用している点では共通。しかし制度の内容は様々な点において異なっています。日本の保険制度の大きな特徴は、国民全員を公的医療保険で保障すること。また全国どこの医療機関でも自由に受診でき、医療費はほとんど変わらず同レベルの医療サービスを受けられます。一方、中国の保険制度は戸籍や就業の有無によって加入できる制度を2つに分類。公的医療保険制度でありながら、強制加入と任意加入が並存しています。またエピソード内でも触れられていましたが、
日本のように患者の希望で全国どこでも受診することはできません。自分が保険料を払っている地域以外で受診する場合は全額自己負担が原則。病院のレベルなどによって自己負担額も異なります。中国では公的医療制度によって基本的な医療サービスは保障されているものの、よりレベルの高い医療サービスを求める場合は医療費の負担が高額になってしまうのです。海外でもたびたび話題になる日本の医療制度。国民皆保険制度のある日本やフランス、ドイツ、スイス、オーストラリア、カナダなどでは指定された保険への加入が強制されており、基本的には全国民が加入することになっています。一方アメリカには他の先進諸国とは異なり皆保険制度はありません。そのため医療費が非常に高額になるケースも少なくないそうです。アメリカで破産する世帯数は年間約53万世帯、そのうちの 60% 以上が医療費によるものだとも言われているのです。多くのアメリカ人にとって大きな負担になっている医療費ですが、海外のネット上ではその深刻さと日本の皆保険制度の素晴らしさを伝えるツイートが話題に。その内容は次のようなものでした。この前僕のアメリカ人のクライアントが東京に滞在している時に救急医療が必要な状態になったんだ。僕は急いで病院に行くよう彼女に訴えたよ。ところが彼女は涙ながらに医療費が払えないと叫んだんだ。だから病院には絶対に行きたくないと。最終的に彼女は無保険のまま救急処置室で処置を受けた。だけどかかった費用は33ドル、約3500円だけだったよ。この投稿はツイッターで大量のいいねを獲得。このツイートを取り上げたフェイスブックにもたくさんのコメントが寄せられるなど大反響を呼ぶことになりました。また外国人によって YouTube に投稿されていたのが日本の病院での入院体験を紹介した映像。ナースコールがある、退院時に痛み止めをもらえる、治療費のキャッシュバックがあるなど日本の病院の仕組みや医療費について詳しく紹介しており、動画には多くのコメントが寄せられていました。これらの投稿に対する外国人の反応をいくつかピックアップしましたのでご覧ください。海外の反応。今は日本に住んでいるんだけど、ちょうど今日娘を病院に連れて行った。医療費は5ドル以下だったよ。これが皆保険制度のある社会の素晴らしさだ。東京に留学していた時に体調が急激に悪化し、ホストファミリーが救急治療室に連れて行ってくれた。急いでいたから学生保険証も忘れちゃったんだけど、検査や治療も合わせてだいたい60ドルで済んで驚いたよ。どうしてアメリカには皆保険制度に反対する人が多いんだ？全く理解できない。基本的人権とも言うべき要素なのに、こういう制度に反対するのはおかしいよ。僕は日本の病院で緊急のヘルニア手術を受けて1週間入院。その時の費用は1300ドルだったんだけれど、役所に明細を持って行ったら700ドルが返還された。皆保険制度は医療費の面でも人を救うのかって思ったね。発作性上皮頻迫の治療で大阪の病院にかかった時は救急車も使ったのに全部でたったの200ドルだった。受付の女性が高くてすみませんって謝ってくれたんだけど、その時は思わず大笑いしちゃったよ。母国だったらその10倍はかかるんだから。アメリカが日本並みの医療制度を整えるまであと500年はかかってしまいそうだ。お金の心配をして医者にかかることができないアメリカ人、それって本当に悲しいことだと思う。まとめ。世界トップレベルと評価されている日本の医療制度。しかしコンビニ受診、診療時間外に緊急性のない軽症患者が救急外来を受診する行為をはじめ、
平均受診回数の多さや入院日数の長さ、医療従事者数の不足など様々な課題も抱えています。それでも日本国民が高度な医療を安く享受できるのは、国民皆保険制度の存在に加えて医療従事者の皆さんの努力があるからです。医療費が安いから風邪をひいたらすぐに病院に行けばいいやと安易な考えで病院に依存している人も中にはいるでしょう。しかし医療現場の負担を軽減し、日本の素晴らしい保険制度を維持していくためにも、一人一人が日頃から体調管理に気をつけ、なるべく病院にかからずに済むように心がけていきたいものですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。